はいえー、3 3 9 6回、あ95回か、始めたいと思います。えー、9月15日、日曜日入ったところですね。あとこれ、これ含めて2本で帰りますよ。うん。はい。うーんと、3395回、世界の若者の5人に1人が2位とっていうことですよ。まあ、日本だけじゃなくてね、世界の話、ね、ちょっと。 あの話大きな話だけど世界の若者の5人に1人がニートですよっていうこの状況を生み出した教育そして雇用の問題点とはっていうことで、えー、東京 MX でやってましたね地上波だね Q チャンネル、えー、朝の報道情報番組、えー堀「堀潤のモーニングフラッグ」っていうところでまあこれは東京 MX だから私のいる宮城県なんかではね映らないあれですけど東京 MX。えー 去年世界の15歳から24歳の20.4%、ね、世界の若者ね15歳から24歳の20.4%が就,就学も就労もせず就,就業もせず、えー、職業訓練も受けていないいわゆるニートだったことが分かったということで、えー、ILO 国際労働機関の調査で分かりましたっていうことですね。 若者ののニートのうち女性の割合が高いってことだね女性の割合は28.1%で男性の13.1%に比べて 2, 2倍以上また25から29歳の、えー、若年成人に対して、えーまあ、低所得国で安定的に給与を得られる仕事につけるのはわずか5人に1人ということで、まあ、高所得国 もう臨時の仕事が増え地域によっては若年成人の20から25%が臨時の仕事に従事しているということでまあまあまあ,あ ILO、ね、国際労働機関がこの統計あの出したということですねこれまあ世界の数字なんでね日本とはかなりギャップあると思いますねこれうんえー、っとうん15歳から24歳で 20.4%5 人に1人がニートだよと。 働きもせず学校にも行かず職業訓練も受けていないということ日本はちょっと違うと思うで世界は世界で見るとその15から24歳の女性の28.1%男性の13.1%ってことで女性の方がニーと多いんだね世界では、うん、で日本はこれ独特なんだよねあの独特何が独特か女性がね働きもしないあの学校にも行かないあと職業訓練も受けない みたいいな女性って結構いるのね日本フリーターみたいな人、うんあのまあ、フリーターちょっとアルバイトしてる人はこれ、うん、あの働きもしないって中には含まれてないんだと思うけど日本の場合はあの、ね、いわゆる何あの家事手伝いっていうねこれは職種なのか職業なのかっていうような微妙なのがあるからね日本いろいろ、ね、あの男女平等とかなんとか言ってるけど都合よく。あの これ女性が利用してるって言ったら変だけどうん家事手伝いっていうこれ世界にはないような括りがあるからあと主婦っていうね日本主婦っていう世界のくくりにはないような職種なのか職業なのか身分なのか分かんないけどこれがあるんですよ。でそれ含めると日本の場合はまあニートって言ったらなんかね男性イメージするけどねあの日本の場合。 女性も結構いるよね、うん、働きもせず学校にも行かずみたいな人、うん、いうことこれあのなんか東京 MX でこれなんかの特集でかなんかでやったのかなでうん,、はい、でうんとこの私読み込んでないんだけど、うんうん、ね日本に関して言えば介護は基本的に在宅を前提に している現実があったり日本の標準家庭がいまだ家族4人で専業主婦であるような、うん、ところが変わっていないなど若者の将来不安は消えてい,いかないと思うとかなんとか何か言ってるけどこれもこれ誰かがコメントしてるのかこんなこと。日本に関して言えば標準家庭がいまだに家族4人でしでお母さんが専業主婦であるような。 ところが変わっていないって言ってるけどすっかり変わったと思うけどねこんな価値観持ってる人うんこれキャスターの人かキャスターの豊橋ゆりえさんっていう人が言ってるけどこんな価値観もないと思うよ家族4人で女の人が専業主婦って思い込んでる専業主婦なんかもう少なくなってきてるじゃん、うん、その、うん、ちょっと古いと思うよこれ <laughs> この人。うん、あのー まあ日本の場合は人手不足人手不足ってなってるから若い人働こうと思えばいくらでも仕事はあるんだけどね、うん、さらに非正規、あのー、パートアルバイト、あのー、とか契約社員とかね非正規含めたら、うん、働こうと思えば仕事は若ければたくさんあると思うけど、ね、日本の場合ちょっとこの世界の、うん、数字と比べる世界はねでもまだまだ日本に比べると、うんあのー、それこそ男女サービスみたいなのたくさんあるから。 あのね、世界で言ったら男性より女性の方が、まあ、いわゆるニート多いのはそうだと思うよ、うん、本当に。で、まあ、今回かな、きょうは日は喋れないけど次回かさらにその次辺りにしゃべるかも分からないけどあのいわゆる日本のなんジェンダー指数っていうのかな、ジェンダーギャップ指数っていうのかな、110何位とか言ってるよね、世界で比べて。うん これもねね私は明らかかにおかしいいと思うけど、ね、測り方っていうのは、うん、日本のジェンダーギャップ指数が世界のまあ200何カ国の中で、まあ、真ん中より下だと、ね、よく取り上げられるけどこれはねなんかちょっと統計今,、うん、今度なんかその話題あるんでねその時喋ろうと思うけど言うほどそんなジェンダーギャップ日本はないと思うけどね私はね、うん。明らかにああれはねあの 統計のの取り方っていいううか、ね、あのの間違いだと思うよ日本の場合は言われてるほどそんな男女差別みたいな男女差みたいな賃金とかね、うんまあ、女性に言わせると、うん、働きづらいとか生きにくいとかいろいろあるのかも分かんないけど男性に比べて、うん、他国と比べては私はねそんなにひどい状況ひどい有りさまあの110何位っていうのはないと思うけどね。 まあ、とにかく ILO、ね・国際労働機関があの調査した結果によると、うん、世界の,、ね、世界の15歳から24歳の若者いわゆる若者のうちあのニートが、ねうん、20. 何だと20.1だったかな20.4%、うん、20. がニートだと。 男女別で言ったら女性の28.1%男性の18.1%がニートだと世界ではねっていうことをお話しましたこれまあねニート世界中で増えてるよってことはね日本だけじゃないねっていうことでうんいうことですはい終わりたいと思いますはい3395回終わりたいと思いますチャンネル登録高評価お願いします失礼します